大家好、メス日台湾。この日は名古屋からバスツアーで行ける岐阜のスキー場ウィングヒルズ白鳥リゾートに行きました。気軽に日帰りで行けるのでスキー・スノボに興味のある方はぜひ参考にしてください。予約はこちらのサイトでしました。リンクは概要欄にも貼っておきます。このような感じで日によって値段が違いますが、僕たちの行った日は1人7500円の日でした。内容は名古屋駅からの日帰り往復バストリップと券がセットになっていました。僕たちはスノボの板とウェア、小物もレンタルしたのですが、こちらのサイトから予約するとそれらのクーポン券ももらえました。そのためトータルでかかった費用は1人1万1500円でした。1日の日程はこのような感じになっていて、朝名古屋駅のバス乗り場に7時15分に集合、ウィングヒルズ白鳥には10時15分ごろ到着、約6時間半の自由時間の後、16時35分ごろにバスに集合し、名古屋駅の到着が19時15分ごろになる予定でした。この日もおおむねこの時間通りになりました。一点注意ですが、予約した日に20名以上集まらないとその日のバスツアーは中止になるので、そうなった場合は他のツアーを探したりして対応することになります。これがチケット、現地で渡された。中駅の西口、これがバス2台目お兄ちゃんとミモと3人で来たスノーボード、やった、すごいすごい、初めて、ミモは、イエーイ、初めてすごい、すごい、レンタルハウスあっちだ、人生初めてのスノーボー、すごい、人生初めて、私お手、行くぞとか、すごいじゃん。すごい、成長してる。初リフト、初リフト、これをピオレンジのとこ、オレンジオレンジ、リフト券、私景色あまり見たくないから、ツイッター教えて。おーい、なんでお姉ちゃん一人で行ける、どうして上がるの、どこまで上がる、ほらあれがレストラン、めちゃくちゃ綺麗じゃん、とりあえずレストラン向かう。でレストランでお兄ちゃんを、歩いて行こう、歩いて行けないって、歩いて、歩いちゃダメだよゲレンデで、うん、歩いてる、
で、ここで履いて。ここ履くな、あっち行けないもん。あっちのカット座らないと。どこ行くの？あっち、あっち。あっち行く？うん。あなた落ち着いて。あ、歩いて行けない？歩いて行かない。歩いて行けない。私なんか騙されて中級中級者の上級者のコースに来た気がする。嘘ついた。さつき初級本当。うーん、床をすべすべ怖すぎて。いいよ。いただきます。うん、うまがんばろう、最後まで。疲れた、うん、口大丈夫、うん、頭大丈夫、うわ、继续继续继续。慢慢来，慢慢来。超过三十秒了呢。慢慢，在这不有。OK， 慢慢蹲下。ブレーキブレーキブレーキ、ちょっとブレーキ。私液体嫌いもうちょっとだ、降りた。休憩するわ。休むわ。もう遊ばない。あなたやらないのやな。やるかもしれない。やらないかもしれない。あなた、もうちょい満足しな。満足しな。もう二度と行かないから。これは何？クレープブリュレ。うん。Done.
美味しい。スノの後スマイル、今からいいね、ついていて、いいねいいね、いいね、このままで、いいねいいねいいね、ブレーキかけないで、ブレーキかけて、いっぱいかけて、うわーすごいいいね、大丈夫よ。いいねいいね、いや来てないよ、大丈夫よ、離れてるし、いい経験でしたね。もう二度と来ないけど。痛い痛い痛いの。変わった。バイバイ。こういう感じのレストランもあるよ。ね、レストランか。はいどう。2階乗ったね。これはリフト。3階。こういう感じのコース。さっき降りてここに入って、あの階段ある上がって、あっちにあのレンタルのところとかレストランある。で今持っとって朝のところでバスがある、ここで乗って帰る。ゴジラの近くだが。チンチンダインペンダージャジェッタルーハー。ミモは初めてスノボに行きましたが、もう二度と行かないそうです。一度行ってみると合うか合わないか分かると思うので、ぜひ一度も行ったことがない方はこの動画を参考に行ってみてください。ジンホーエジャンジンシューティーゴンヨーガンズベンハン台湾大中心ヨシンチューダッポンヨファインディウェンオメンダピンダオ。バイバイ。